はい、あら、おしゃれ、あれ、そう、もうちょっとテニスウェアらしからぬシルエットですが、プリンスさんといえば数々のコラボ、最近は印象的ですが、やってますよね。なんとあのファッションアパレルブランドのビームスさんとプリンスさんがコラボしたということで、あのビームスさんとくーかっこいい。ということで、まずラケットからなんですけれども、はい、ベースがファントムグラファイト の最新の107のちょっと大きめのオーバーサイズと言われるやつですね、うん。まあ、グラファイト歴史が40年あると。なるんだ。その歴史の流れをこのデザイン組み込んでいる、まあ、まずこの木目調のデザインが目に入ってくるので、当然そうみたいな。そうなんですよ。当然フルカーボンのラケットなんですけれども、職人の方がハケで一本ずつ丁寧にこの木目調を塗って木を表現してるんだ。はい、107インチなんですけど110って書いてあるんですよ。本当だ。これ昔プリンスさんのラケット実際に107インチだったんですけど、当時107インチのことも110として表現して売っていたことなので、まあ、その復刻ということだったりだとか、微妙にですね、こちらのそのプリンスさんのロゴと裏面のプリンスさんのロゴがですね、違うんですよ。で、歴代のその40年間のプリンスさんの歩みが表現されているということで、ファンがたまらない。このレザーのこの茶色がかったこの感じがね、はい、でですね、今やあまり見なくなったこのハーフカバー懐かしい、はい、あれもね、はい、ロゴが違うんですよ、どっちも。あ、本当ですね。今ちょっと気がついた。これグラファイトオーバーサイズとか、はい、こっちはグラファイト、はい、凝ってるね。そして気になる、まあ、ちょっと我々普段あまりこういうファッションまあちょっと今流行りのそのオーバーサイズ似合うね。そうと思います。ボールボーイをイメージして作られたということで、まずですね、ボールが投げやすいようにですね、ここの脇の下がですね、ちょっとメッシュ加工になっておりまして。本当だ、スッと腕が上がるんですよ。え、なんかさ、P って書いてある。ここでボールをこうやって上げた時にプリンスさんのロゴが見えるように。でさらにこのロゴですね、昔あのロングのラケットの時にのみ使用されていた、要はロングラケット用のロゴらしいんですよ。でこれが今回採用されたと。非常にそのテニスの歴史が感じられるようなコラボシリーズになっている、うん。まあ、最近のテニスウェアもこういう時代になってきたんですよね、はいはい、なんかスポーツというよりカジュアルを入れながら、うん、まあ、普段使いもできるみたいなところがやっぱり人気があるんですかね、はいはい。まあ、帽子もちょっと、はい、ね、そうですね、3色、はい、このつばが長い、後ろに P のマークがついてる、はい、ロングビルキャップ。ロングビルキャップ軽い、ね、確かにすごい軽い、軽い。でこのロゴは、でこれはあの商品についているタグなんですけれども、このタグですね、もともとこういうふうに売られてるんですけれども、この中を抜いていくと、あのステンシルの、かわいい、はい、ステンシル、ミニステンシル、かわいい、まあ、端っこでもいいですよね。あ、確かにこういう感じでね、おしゃれに、確かに、うん、まあ、細部にこだわりがあるというところで、はい、テニス界でなかなかない、ない、はい、商品だと思いますので、ぜひともですね、概要欄の方にですね、リンク貼ってありますので、ですね、ぜひ皆さんもチェックしてみて、ください。はい。